皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県東部地区私立学校相談会、このお知らせをします。静岡県の東部地区の11校の私立学校、これが参加します。その学校を読み上げると、西洋が中学と高校、静岡県富士見が中学と高校、それから成蹊高校、御殿場西高校、智徳高校、沼津中央高校、日大三島が中学と高校、加藤学園行修が中学と高校、加藤学園高校、東洋高校、飛龍高校、この11校です。会場を分けて2回行われます。沼津会場、会場はキラメッセ沼津で、10月の30日の日曜日、9時から15時です。富士会場は富士山メッセ、11月6日の日曜日に行われます。時間は同じく9時から15時。内容はブースに分かれて、学校紹介、そして個別相談、制服の展示、そして資料の配布、これになっています。これ参加するには、事前予約が必要です。学校でこの東部地区の私立学校相談会、このチラシが配られると思うので、この QR コードから申し込んでください。定員になり次第締め切りというので、参加したいなと思っている方はどうぞお早めに申し込みをお願いします。今回は静岡県東部地区私立学校相談会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。